第560回12月12日日曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書マタイによる福音書2章11節。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。救い主を探し求めてきた学者たちはイエス・キリストのもとにたどり着き、ひれ伏して幼子を拝みました。ひれ伏すとは降参することを意味します。神を礼拝するとはひれ伏すこと、すなわち降参することです。私たちは生きていく中で経験や知恵を得ますが、それだけに頼るのではなく、神の知恵と力によって歩むことが信仰です。神の前に人の経験、知恵、力はなきに等しいものです。しかし、そのすべてを超えた神の前にひれ伏すとき、神が私たちの人生を責任を持って導いてくださいます。これからも神を礼拝し、信仰を持って力強く歩みたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の愛を感謝して人を愛することができますように。2、コロナが完全に収束し新しい出発ができますように。3、クリスマスがキリストと出会う機会となりますように。御子イエス・キリストを与えるほどに、私たち一人一人を愛していてくださる神様、今日もあなたに祈ることができますことを感謝をいたします。イエス様が私たちを救うために誕生してくださいました。イエス様を信じたときに救われました。神様、どうぞイエス様にいつもひれ伏すものとしてくださいますように。世界中がコロナの問題で混乱しております。たくさんの人たちが苦しんでおります。お一人お一人に必要なものが備えられますように。苦しんでいる人が癒されますように。あなたが共にいてくださり、一つ一つの問題を解決してくださいますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。